はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、折りたためる対物ライフル、OSV96 のメカニズムということで、まあ、誰でもわかるメカニズムシリーズでね、この OSV96 っていう、まあ、ロシアのね、対物ライフル、中身どんな風になってるか見ていきたいなというふうに思います。まあ、ちなみに、この銃はあれですね、このように、木のストックもあれば、こういうね、ブラックのストックもあるよっていう、まあ、そんな感じです。まあ、一応、このマズルブレーキの仕様とかがね、ちょいちょい種類があるよっていう、まあ、そんな感じの銃ですね。まあ、パッと見てわかるように、まあ、セミオートのね、銃で、よこいしょ。ちょっと待ってね。これぐらいがいいかな。まあ、こんな感じで、まあ、ドゴーン、ドゴーン、ドゴーンと、まあ、セミオートで撃てる銃で、まあ、ボックスマガジンで球弾だよという、まあ、そんな感じですね。いろいろと、特徴的な、まあ、部分があって、ね、ここの中身もね、バネじゃなくて、バネ入っているんですが、なんか不思議な、ガイドが入ってますね、ここにね。まあ、これで球弾してるんだな、球弾っていうか上げてるんだなとかね。まあ、それはいいんですが、まあ、そんなクソマニアックなところはいいとして、すごいところはですね、これ折りたためるんですね、これね。トランスポーテッドステートということで、まあ、折りたためる対物ライフルって言ってるだけあってですね、折りたためて、まあ、一通り弾全部抜いて、まあ、ここでロッキング用のね、やつ貯めて、外して折りたためるよというね。なんか、断面図で折りたためるからわけわかんないですけどね、こんな感じまで折りたためますよという。まあそういうことですね。ここめっちゃ、これ、ここめっちゃ汚れるじゃんっていうね、致命的な、ここ汚れたら銃として死ぬやんっていうね、致命的ななんか問題ある気がしますが、まあ一応ね、まあでかいので、やっぱりこういう銃ってね、まあ、しょうがないよね。折りたためるようにしたらこうなるよねっていう、まあそういうことですね。重心を折りたたむわけにはいかないので、まあ、もう折りたたむとしたらここで折るしかないじゃんっていう、まあそういうことですね。まあ折りたたんだ状態から、まあ素早く展開して、射撃に移れますよみたいな、まあそういうのが、まあこの製品の売りなんですが、ちなみにこの銃はですね、そんなに売れてないですね。世界10カ国でも売れてないので、まあそんなに大して売れてもいない銃になります。はい。まああとは、まあバイポッドとか、まあスコープが乗ったりとか、まあ普通のね、まあ対物ライフルというかスナイパーライフルみたいな感じですかね。で、メカニズムなんですが、よっこいしょ。バーンという感じなんですけど、ざっくり言うとというかね、まあ、銃っぽく、メカニズム言うと、ローテーティングボルトで閉鎖してるがロングストロークピストンのガスで動いてるよっていうやつですね。ローテーティングボルトと、ここのローテーティングボルトとロングストロークのガスピストンで動いてるというのが、まあ、銃らしい説明の仕方になります。でもこれだとわけわかんないというか何のこっちゃってなるんで、まあ、ちょっと順番にね、説明していきたいなというふうに思います。トリガーメカからも一気に順番に説明して、まあ、その途中でローテーティングボルトとかの話もするみたいな、まあ、そんな感じですかね。でトリガーがまずここにいて、トリガーくんがいて、こいつを引くとこのようにここが噛み合っていて、これディスコネクターってやつで、これがハンマーのガイドの部分で、このハンマーのガイドがフリーにやると上がってきちゃうんですね。ここの中にハンマースプリングっていうスプリングが入ってて、こんね、中に入ってるので、これがよっこいしょ、トリガーを引くと、まあこっちのね右側の部分が下に落ちるので、ここに空間ができて、ピョンと空間ができたから上がりますと。上がってくるとこのハンマーは、まあ、前進というか上がりながら前進していく感じ、まあ回転するけど、まあ、前進って感じですかね、イメージ的には。でファイアリングピンを叩き、雷管を叩き、雷管っていう銃のあれですね、弾薬の底の部分ですね、ここの底の部分を叩き、ドボンとなりますよと。で発射されるのはいいんですが、発射された、まあなんだろうな、弾薬の燃焼ガスの一部がここのねチューブの部分から引き込まれて、ここに当たりますよと。ここまで行けますよと。ガスピストンがありますよと。ここにチューブからガスピストンがあって、まあチューブからガスピストンじゃねえや、チューブの先にガスピストンがあって、でガスピストンが押されて後ろに動くよと。ガスピストンはよいしょ、まあほぼほぼというか、まあ完全にあれですね、ボルトキャリアと連結されているので、まあロングストロークピストンですねという、まあそういうことになります。ロングストロークピストンっていうのは、あれですね、ここのなんていうのかな、ボルトキャリアとガスピストンが、そこに隙間がないよと。要はね、ガスピストンだけが独立しててボルトキャリアを吹き飛ばすんじゃなくて、ボルトキャリアとガスピストンが完全に、まあなんていうのかな、接続されているのがロングストロークピストンになります。AK とかはそうですね。で、まあローテーティングボルトの、ここのね、部分、斜めに切り欠きがありますが、ここの部分を回転させながらボルトキャリアは下がります。このタイミングで、このボルトね、ローテーティングボルト、回転して飛べているボルトの、このロッキングラグ4個ありますが、ギザギザっていうか、ブロックみたいなのが4箇所ありますが、1、2、3、4と。まあ、ありますが、4箇所が、まあ、回転によって下がれるようになって、
こう後ろに下がるよと、まあ、ここの、4つのボルト、ボルトヘッドの4つのロッキングラグによってこう閉鎖しているよってことですね。でそれがここの斜めの回転運動によって、まあ、解かれるという、まあ、そういうメカになります。で、後ろに下がっていって、後ろに下がっていくときにこのメインスプリングが圧縮されてってことですね。まあ排気もします、もちろんね。排気はあれですね、これだとちょっと見づらいですが、あのここがまあエキストラクターで、ここにね、あのロシア製の銃あるあるですが、なんだろうな、ここね、ここにね、こうボルトヘッドに切り欠きがあるのがね、わかるかな、わからないね、これね、見づらいですね。これこういうのはですね、だいたいここにレイルって書いてあって、これ決してわかるかな、要はレシーバーの一部がもう折り込んであるんですよね。折り込んであって、ここに出てるんですよ。これ見えねえな。どこ透明しても見えねえ。ここから無理やり覗くしかねえな。ここにね、切り欠きみたいなのが、ちょっと逆にこれ各部の名称わかりにくい。ここになんかレシーバーの一部が出っ張ってるんですよ、こうやって。だからここに当たって、まあ薬莢がこう上に、ここね、ここの黒い板がもうレシーバーの一部がこう折ってあるので、レシーバーを透明にするとそこなくなっちゃうんですが、まあこんな感じで廃墟できるよということですね。で廃墟をして、まあ、メインスプリングの力で、まあ、また戻ってきて一発新しい弾を装填ということになります。ここはマガジンのフォロワーですね。このでっかい太いパイプみたいなのが、まあ、マガジンのフォロワーで、まあ、中にはこうやってバネが入ってて、こうやってちょっとずつこう上に上げていくよということですね。で、よいしょ、まあ、下がっていってボーンってなって、まあ、下がった後にすぐですね、こうやってまあ閉鎖するわけですが、閉鎖するときまたローテーティングボルト回りますけど、閉鎖するときにこのね、なんていうのかな、トリガーのハンマーがまた勝手に戻ってきちゃうとフルオートになっちゃうので、まあそういうことにはならないように、これぐらいでいいかな。ディスコネクターがしっかり止めてます。後ろに、まあ、トリガーを引いてバーンになりました。で、そして後ろに下がってくるまでの、まあ、混ぜてか、トリガーを戻すまでの間で ずっとその間ディスコネクターが止めててくれるよという、そういうことですね。で、まあ、トリガーをもう一回戻すと、ここにまた噛み合ってディスコネクターじゃなくて、トリガーが、まあ、なんだ、ハンマーのこのガイドの部分を押さえててくれるという、まあ、そういう風になっています。で、あとは安全装置ですかね。安全装置は、このね、クロスボルトタイプですね。横から押すタイプのね、安全装置が入っていて、これですね。なんで透明になるの？よいしょ。セーフティー。安全装置をかけるときは、こう押し込むという。こっちから、横からグッと押すと、まあ、こう動くと。これね、こっち側に出ると。安全装置のね、レバーグッと。でこれによって、トリガーが、このトリガーの前の部分にね、こう、なんだろう、板が食い込んでしまって、今はここに空間があるから引けるけど、今はここに空間があるからトリガーが引けるけど、こうなってしまうともうここに板がね、下に入り込んでしまって撃てなくなるよというね、なんて大味でね、ざっくりしたね、作りなんでしょうという、まあそんな感じになりますが、まあこれによって安全装置がまあかけられるという、まあそういうことですかね。まああとはそんなに銃としては、まあこれといった特色はないですが、ガスチューブがね、もろに外に出てるのとかね、結構気になりますけど、まあなかなかよくできた銃だなというふうには思います。まあ確かによくできた銃なんだろうけど、あんまぶれてないよっていう、まあそんな感じですかね。実際問題これ当たるんですかね、わかんないですけどね、っていう謎ですね。あとは面白いのはなんだろうな、このコッキングレバーとか、このコッキングレバーなんかすんげー板みたいになってますが、まあこれなんでかっていうと、あの折りたたむときに使うからですね。折りたたむときにこう、まあ、マガジン外して、まあ、当たり前ですけど、マガジン外して、アンロードして、安全を作って、まあ、セーフティーかけて、折りたたむんですね、これね。コッキングレバーもこうやって折りたためるので、まあ、出っ張ってるからね、外にめっちゃね、コッキングレバーって。で、ここの、ここですね、でっかいこのバレルラッチっていうパーツで、バレル外してあげて、よくしょと。で、折ると。まあ、キャリングハンドルもこうして、持ちやすくしてと。いうことで、まあ、折りたためるという、まあ、そういうことですね。まあ、折りたためる対物ライフル OSV96 という、まあ、そんな感じになります。はい、というわけでね、今回ね、折りたためる対物ライフル OSV96 の誰でもわかるメカニズムいかがだったでしょうか。この動画ね、ほーんっていうふうに思っていただけたら、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。